皆さんこんにちは。レック公認会計士講座管理会計論を担当しておりますレック専任講師の新宮と申します、えー。こちらの動画はですね、レックが提供しております初学者向けのコースである担当合格コースと呼ばれる商品についての PR 動画となっております。まあ15分程度のね動画となりますので、ぜひね会計士講座まあ、これから申し込むかどうかご検討されている方はですね、えー、まあ、これ一つね参考材料としてあの考えて見ていただければなと思います。 で具体的にこの動画におきましてはこのパンフレットを使いながらねレックのコースの特徴についてお話をしていこうと思うんですけれども、まあ、資料請求等でねパンフレットをお手元にお持ちの方はですねこちらのページの方をね開いてください18ページですね、まあ、パンフレットをお持ちでない方はね画面の方をご覧になってください。 まレックが提供しております。初学者向けのコースっていうのはこれのみなんですけれども、担当合格コース、まあ規制と書いてありますね。まあ、これは2020え、2020年の12月の担当式試験の合格を目指したコースということになります。会計士の試験制度についてね。ご存知の方多いのかなと思うんですけども。 ちょっと簡単にねこのコースの魅力をお話しする前に試験制度について軽く復習をしておきたいなと思いますけどパンフレットはこの47ページ46ページ47ページの方に詳しく試験制度について書かれています。まあ、会計士のの試験制度っていうのは これ12月と5月年2回ですね担当式試験っていうのが行われていてこれはマーク形式の試験となっていますから選択肢が与えられていて合っってていいいるものを選んでいくという試験になっていますでこの12月あるいは5月に行われているこの年2回の試験のうちどちらかですね受けて合格することができれば8月の論文式試験を受験することができると。 で8月はね論文って書いてる通りあのまり、あ、数字を答える問題とかも出てきますけども、まあ、論述する箇所っていうのが用意されてると、まあ、文章を書いていくような試験ということになるわけですけれども、まあ、この8月の論文式試験っていうところが合格できれば晴れて公認会計試験に合格したってことになりますここまでがね国が実施している国家試験として行われる公認会計試験です。でこの後、ね、8月の月論文式試験が 合格できた方は、まあ監査法人などに勤めて、まあ業務補助実務要件っていうのを2年間積んでいく必要性があるプラスアルファで実務補習所って呼ばれるところに通っていく必要性があります。実務補習所っていうのは、まあこれは普通に大学のようにまあ通って講義を聞いて、一回講義聞いたら3単位付与されるっていうようなこういう仕組みのねものになっていて、まあ要は研修ですよね研修実務研修っていうのをやっていく必要性があるんですよ。 で年間で必要な単位っていうのが設定されているのでその単位っていうのを取得していって最後に実務補習所の卒業試験である修了講座っていうのを受験して、まあ、これに合格して晴れて公認会計士登録ができるというのが一連の流れですでこの修了講座についてはねあの大体いい合格率としてはあの年によって村があるんですけども従来は70%ぐらいでした。 ちょっとこの動画を撮ってるね、段階ですと、あの、今年の試験はね、50%台だったので、あの、すごい話題になったんですよ。いつもよりも急激にね、終了講座の合格率が下がったっていうので話題になったんですけど、別に落ちても特にペナルティはないです。まあ、一回で受かるに越したことはないですけども、まあ、終了講座落ちたからといって、また実務補修やり直すこととかってことはないので、また翌年の修了講座から受験することができますので、まあ、そこはね、あの、ご安心いただいていいのかなと思います。 まあ普通に勉強すればねちゃんと合格はできるので論文受かるだけのねそういった能力があって修了考査受かることができませんって方は見たことありませんからここについては会計士になるまでの流れの中で特にネックになるようなところではないと思ってください。じゃあどこが一番ネックなのかっていうとですねこの担当式試験なんですよ。 担当試験が公認会計士になるまでの道の中で初めの関門でありなおかつ一番ねくぶるのが難しい関門ということになりますそれはどういうことかっていうと過去の合格率っていうのを見ていただくと分かりやすいかと思うんですがこれ簡単にまとめてきました過去の合格率ですね、まあ、平成26年度からデータをねまとめてありますけれども、まあ、こちらの合格率のところを見ていただくとですね まあ、年によってムラはあるんですけども大体この動画を撮ってるタイミングでの直近4回ぐらいのところを確認していただくと、まあ、15%前後ってことになります。まあ、15%前後ですね。まあ、大体ねこれあの12月の担当式試験の方が合格率が高いんですよ少しね一般的には。 まあそれも年によってムラはあるんですけども、まあこれ前のねあの傾向を見ていると12月の単糖式試験の方が合格はしやすいという傾向があります。はい。ただまあ15%前後っていうところを一つ想定していただくといいかと思います。合格率12パーあー15%ぐらいって聞くとまあかなりきついなという印象をね、えー、お持ちの方が多いかと思いますけれども、まあ実際ね単糖式試験突破するっていうのが結構大変なんですよ。 逆に言うと、ここさえ突破してしまったらね、次の論文式試験については合格率がですね、これ平成25年度からデータ取ってきていますけれども、大体40%ぐらい合格できる、まあそういった試験内容となっています。合格率が40%ぐらいって聞けばね、まあなんか浮かれるようなね、そういったビジョン持てるかと思うんですよ。まあもちろんね、 担当を突破してきた人たちで募集団取って上から4割受かるってことになるのでそんなにたやすい試験というわけではありませんけれども論文の試験についてはこれは試験制度もうまくできていて担当式試験っていうのを1回突破してしまったらですね2年間担当式試験は免除されるんですよ。すなわち 1>, 1回担当に突破すればその年の論文と翌年の論文とそのまた翌年の論文を受験することができるので3回論文式試験を受験するチャンスが得られるんですね。で確率1回あたり40%の試験で3回受験できればその3回とも落ちてしまう確率よりもどっかで受かる確率の方が高いじゃないですか。まあそんな確率の意味はないかもしれませんけれども。 まあ3回ね落ちてしまう方もそれはゼロではありませんけどただまあ3回の中でどっかのタイミングで受かる可能性の方が高いのでまあ誤解を恐れずに言うならば担当さえ突破してしまったらですね論文式試験っていうのはなんとかなると考えてもらってもいいのかなと思います。はい、でそのことをね前提に話を戻していきましてこの担当合格コースっていうのは 担当式試験の対策に特化したコースなので、それをすることによって何がいいのかっていうと、担当の合格可能性が上がるんですよ。担当の合格可能性が上がる。これが一番のメリットです。一般的にね、この受験業界、 まあ、いろんな会社さんありますけれども他の会社さんが提供しているのは担当等論文セットで初めに皆さんに申し込んでもらうと担当対策のコースと論文対策のコースをセットにしたコースっていうのを皆さんに初めに申し込んでもらうんですね。その結果ね担当を受かる前のところで、まあ、これもスケジュール組まれているので論文式試験でしか必要のない租税法とかですねあるいは選択科目の授業っていうのがスタートするんですよ。 それってでもどう思いますすごく非効率だと思いませんか担当式試験受かるかどうかが一番重要なのに重要なのにもかかわらず担当受かる前で担当に必要のない勉強っていうのをするんですよすごい無駄だと思いませんか特に秋口から勉強を始める方にとってはそれがものすごい無駄になっちゃうんですよどういうことかっていうと秋から始める方に関してはですね 翌年の1 2020月のの担当試験を目指すことになるで、2年の12月の担当式試験を目指すことになるのでここに合格できれば8ヶ月っていう十分な時間をかけて論文対策を行うことができますから8ヶ月間あればその担当の時に勉強していなかった科目を1から勉強するには十分な時間を取ることができるのでここまでのところで論文対策っていうのをやる必要性なんか全くないわけですよ。これがね、 春から勉強を始める方はある程度ねやっぱり初めにその担当を受かる前のところでその論文の勉強とかもある程度しておかないと5月の担当式試験っていうのを春の方は目指すことになるので3ヶ月しかね秋の方に比べてみると少ない時間しか論文の対策に特化する時間がないので春から始めた方っていうのはある程度担当を受かる前のところで そういった論文の勉強とかも意識をしておく必要性があるんですけど秋から始める方に関しては担当を受かるまでは論文のことを一切考える必要性がないんですよ。だから非常にきれいな流れで勉強できるんですよ。担当を受かかりままししした。じゃあ次、論文の対策しましょうかっていうふうに段階的な勉強っていうのをしていくことができるので非常にまあ効率的な勉強もできますしなおかつ 学習負担の軽減につながるっていうのがこれも大きななメリットなんですよどういうことかというと会計士の勉強っていうのはとにもかくにもねやる量が多いんですよ一個一個のやる内容っていうのはものすごい難しい内容とかをやるわけではなくて単に物量が多いんですよだからその物量に押しつぶされてしまうって方が結構多いんですね。 特に担当受かる以前のところで担当対策だけではなくて論文対策とかまでやってるとその物量に押しつぶされてしまうんですよ。でもレックのコースですと担当受かるまでは担当対策だけなので学習負担っていうのを慣らすすことがでできるんですよもちろん最終的に論文受かるまでのところで勉強しなければいけない総量は変わらないですよ。でも担当受かるまでのところでの学習は軽減されるんですよ。これが特にね 社会人の方からは評価されてるんですよまあ、学生の方とかねあるいは勉強専念できる環境の方にとってはある程度のね負荷に耐えることはできると思うんですけど社会人の方っていうのはとにかくその仕事行きながら勉強していることになるので1日どんなに解いてもね平日3,4時間の勉強っていうのが関の山だと思うんですよそれ以上勉強することは基本的に難しいと思うんですねその時に担当の合格とは全くね 関係のない役に立たない勉強っていうのをやっていくっていうのはものすごい苦痛を伴いますよだからそういったことがね担当合格コースでは起こらないので特に社会人層からの評価っていうのが高いです一つのね特徴としてそこはね覚えて,いていただ覚えておいていただければなと思いますね まあ学習効率も高まりますし担当の合格可能性も高まりますし学習のそういった負担っていうのも軽減することができるというですね、まあ、そういったメリットがね目白押しなんですよ。でしかもですよこれは料金をね見てもらうとちょっといやらしい話。まあ、安いんですよは、ね、じめに単論セットで対策コースを申し込むとどうしても初期投資が高くなりますけれども。 ほ他の会社さんはそういうビジネスモデルでやっていますから、まあ、営業戦略的にそういうふうにねも、まあ、儲けを上げていこうっていうふうにやってるわけですけども、まあ、レックはまずは担当の料金だけお支払いいただいて担当を受かってから論文の対策の料金払ってくださいねっていうふうに、まあ、段階的に料金設定していますので初期投資っていうのをものすごく安くですね始めることができます。 でまあ、申し込みの時期とかですね申し込みの携帯とかによって料金は微妙に違ってくるので一概にこの料金ですよっていうご案内はできないんですけども大体まあ平均的に25万ぐらいの金額っていうところを見ていただければですね、まあ、この12月の担当式試験の合格を目指すことができるんだと、まあ、この内容量ついてくるんだとそう考えてください。はいまあ、業界でもねこれは最安値の水準だと思いますので非常にまあお得な講師スってことになります。経済的な負担っていうのも軽減するることとができると でしかもですよこのの12月の担当式試験に晴れて合格したとするじゃないですかじゃあ次の8月向けの論文対策としてはこの次のページに書かれてますけどプラス5万円いいう金額でお申し込みいただけますだからトータルうまくいけばね30万ぐらいの金額で、まあ、勉強の方ですね最終合格まで行うことができるということでここまで考えれば本当に業界で一番安いと思いますね。はい 非常にねお得なコースっていうふうに考えてもらっていいかと思いますまあ仮にね12月担当式試験合格できなかったという方に関しても救済措置はありますそれがこちらの20万っていう金額のところになりますけどもあのこれは2021年の5月の担当式試験と8月の論文式試験の対策をセットにしたコースこれを20万円っていう金額でお申し込みいただけるとだから最悪 12月の担当式試験がダメだったとしてまた勉強を継続していきたいと言ったとしても追加の料金負担はこれで終わりということになりますので、まあ、トータルでもね、まあ、40万ちょっとぐらいの金額で、まあ、勉強の方をですね2年間行うことができると2021年の8月の論文式試験までですね40万ちょっとぐらいの金額で勉強できるという、まあ、非常に、まあ、あの業界最安値の水準になってる、ね、お得なコースということになります。 まあ2年間でね大体40万ちょっとぐらいってことを考えれば1か月当たりに換算すれば大体月々1万5000円ぐらいの金額になるかと思いますけど下手なねスポーツジムとかに通うよりもですね、まあ、料金としては安いものになっていて内容量はね、まあ、そういったスポーツジムとかに通うものに比べてみたら全く違うものになってきますのでものすごい量ありますからねこれ講義の回数とかテキストとか当連とかものすごい回数ありますから。 それをこの金額でね勉強できるっていうのは、まあ、あの料金自体は決して安いものではありませんけれどもあの、まあ、だいぶ割安な、ね、ものにはなっているのかなと思います。はい、で時たまねあのこういうふうに安いコースにはなっているので何か他の会社さんと違ってですね内容的に足りていないものを提供してるんじゃないのというふうに、まあ、ご質問を受けることもあるんですけどもむしろ 他ののの会社さんよりも講義の回数とかの数とととかかしたら多いと思います。これなぜかというとですねもともと REC はこれ東京リーガルマインドというね、まあ、正式な会社名称はとあ正式な会社名称は東京リーガルマインドという会社になるんですけどももともと法律系の資格試験の学校ということもありまして法律系のね 資格に関しては業界でもトップシェアっていうのを取っているんですけれども会計士に関しては割と後発なので、まあ、業界のシェアとしてはですね、まあ、そんなに最大手ってわけではないんですよだからこれからどん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 ですね合格者っていうのを輩出していって、まあ、業界のシェアを取っていきたいというですね、まあ、そういうまあ観点からですね値段を少し抑えめにして、まあ、あの料金の方をですね安くしてあ値段の方を抑えめにして、あのー 皆さんに申し込んでもらって合格者を増やしていこうっていう戦略をとっているので、まあ、料金としても安くなっているんですよ。でまたさっきの話ですけども内容量自体はですねあの決して少ないものではなくてむしろ多いっていうのは、まあ、どうしてもね業界のシェア的にあの採用手っていうのは他にありますのでそこの予備校が あの勉強していることそこの予備校に通っている方たちが勉強していることであのレックの受験生レックの受講生で勉強していないことが出た時に大きく不利益をこれ相対評価の試験ですから多くの受験生がやっていることでレックの受験生がやってないことっていうのが出てしまった時にいきなりね 他の受験生に負けてしまうってことになりますんでそれを回避するために私たちもね他の予備校さんの教材とかっていうのはよく研究してあのテキストとか当連とか作っているので基本的に多くの受験生が勉強していることはレックの受験生も必ず勉強していると。網羅性っていうのを追求してありますので、まあ、どうしても分量っていうのは少し多くなっているんですね。はい だから皆さんとしてはですね本試験受けに行って皆さんが知らないことが出たとしても他の受験生ももう99%知らないんだっていうふうに考えてもらっていいので、まあ、そういう自信を持ってね本試験に臨むことができるっていうメリットがあります。はい、だから決してねあの何か内容量の足りてないものを提供してるわけではないので間違いのないものをちゃんと提供していますからこのコースに含まれているものをしっかりと活用して勉強していただければ、まあ、合格できる。 だけのね知識は身につく内容となっていますので、まあ、そこは信用してね勉強の方をスタートしていただくといいのかなと思います。でまたレックはねこの担当合格コース申し込んだ方だけに限ったものではないんですけどもあのサービスとしまして、まあ、LINE で質問できるっていうサービスを提供してます。 まあ普通にパソコンとかでねメールで質問とかも受け付けていますし、電話でも質問はできるんですけれども、まあ、最近はねやっぱり LINE が、ね、流行っていますから、もう通信のねツールとして LINE 使ってない人ほとんどいないぐらいのね時代になっていますんで、まあ、LINE で質問できた方が便利だろうということで、収録している講師ですね、あの、まあ、講義の収録をしている講師に対して LINE で質問できるというサービスを提供しています。 これ LINE の QR コードっていうのが24ページ、25ページに載っていて、あのホームページ等を、ね、見ていただいても QR コードは載っていますから、あのまあ、こちらの、ね、QR コードを読み取ってもらって、質問とかを投げてもらって、あのそれでわからないことを、ね、解決することができるような、ねまあ、そういった質問体制っていうのを取っていますので、質問してから、ね、レスポンスっていうのは、これ業界でも相当早い方だと思います。 LINE ですと基本的には、ね、1日以内には返信差し上げるようにはしていますので仮に通信で勉強される方であのなかなか通学とかで講義,を講義に、ね、来ることができず直接質問とかできない方にとっては、まあ、LINE 質問サービスっていうのは非常に、ね、あの重宝するサービスだと思いますので、まあ、ぜひ、ね、これを活用してもらってわからないことが出ていたときに即時に解決していただくといいのかなと思います。はい、だから質問体制としてもね かなりあのー、このレックの提供しているものとしましてはあのサービスは手厚くね、えー、提供しているつもりですのでうまく活用していただければですねあのー、まあ、料金としてもかなり抑えめの料金で、まあ、会計士の試験というところの合格を目指すことができますので、まあ、1つねあのーまあ、今のねサービスとかの内容とかも踏まえた上で担当合格コースですねお申し込みいただくかどうかをご検討いただければなと思います。でまた何かねあの直接 この申し込むにあたって聞きたいことがある方に関しましては、まあ、先ほどの LINE で、ね、投げかけていただいても結構ですしあるいはガイダンスとかをね定期的に実施していますので、まあ、ガイダンスに後者、えー、に来ていただいてご参加していただくのも結構ですしあるいは電話で質問したいって方はですねコールセンター経由で電話の方をかけていただいてもですね、まあ、電話対応っていうのも行っていますので、まあ、ぜひ、ね、何かご不明点とかがまあ出てきましたらあのそちらの方をね、あのー 連絡のねツールとして使っていただいて、あのー、ぜひね、気軽にあのお声がけいただければなというふうに思います。はい、まあ、それではですね、簡単ではありますけれども、以上がね担当合格コースの特徴ということで、まあ、ぜひね、この動画を見てあのご興味持たれた方はですね、一つあのご検討いただければなと思います、えーまあ。それでは皆さん、ありがとうございました。はい